わー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 、おはようございます。今日はね、先日のカオスな連中がまたやってくるんです。12月30日に走り納めしたいということで、こんな寒い日に来てね、多分また激しい走行をやるんで、ちょっとね、まずちょっと彼らにダメージを与えてやろうと思って、今日は、ちょっと仕込みをねしようと思います。そうするとちょっとあいつらもおとなしくなるでしょう。じゃあもうすぐ多分来ると思うんで、先に仕込みます。多分結構荷物持ってくるんですよ。でね、通路に これを置いて、こうやってこれを置いて、こう荷物を持ってくるでしょ。でこれを踏むとこうなって、こう当たって怪我をすると、怪我までいかないけど指に当たってこう操作がやりにくくなる。でこれも置いとこうかな。これもこの辺に置いて、でこう来た時にあいつらがこれを踏んで足を捻挫するって言って、そしたらこうラジコンで無茶ができないと思うんで、来ました、行きます。避けてるじゃん。まあまあ片手組ですからね。ここからはね、多分両手組が来るんで、両手組はちょっとダメージを負わせましょう。ちょっとめっちゃ抜けるよ。来た、今度はね絶対に踏みますよ。ダメじゃん。くっそー。来た。絶対よ。間違いない。これは来た。来た。
最低。なんだこれ、おいおいおい。わわわわ。で、マジでこいつ、
た。なんか故意的？最悪や。これ最悪や今日。言わんこっちゃねえ。ああやっとりますねこれ。大丈夫あります。6本あります。案の定折れてます。今日も、別の方なんですけどこれ折れてますね。激しすぎるこれ。これはもう激しすぎる。せっかくのオプティマが、貴重なオプティマが。